久保さん、毎月 PayPay ペイペイで100万使ってるんですかじゃあそれは運用しなくてもいいっすね。僕ね、そんなにさすがに100万も買い物しないっすね、PayPay ペイペイで。だから、買い物ない月もあるんですよ。あの、その Yahoo ショッピングでですね。 もちろんそのコンビニとかは PayPay ペペ使うんだけども、まあ一番バック率が高いのは Yahoo ショッピングのに僕はソフトバンクユーザーなんで、まあ日曜日なんですけども、だから毎回日、株、Yahoo ショッピングで買う場合は日曜日に、まあ、あの、キャンペーンやったなくても20%ぐらいは戻ってくるので、だけどその毎週買い物があるかっていうと Yahoo ショッピングでね。ないっすね。<laughs> そう。でね、この前その、この AirPods 買ったんですよ。 でまあヤフーショッピングってまあそのショップさんによってはまあそのポイント還元率が高いのでこれ探したんですけどヤフーショッピングだと2万4000円とか5000円とかなんですよ。でまあうーん30%とか戻せばって話なんだけどもアマゾンで買うと定価の2万1000円ぐらいで買えるんですよ。 で、僕、これ、アマゾンで買ったんですけど、だから今、ヤフーショッピングとアマゾンの価格差を見て、アマゾンとヤフーショッピングが一緒で、で、なおかつ、ヤフーショッピングの日曜日の20%バックとかね、今回ペ、PayPay ペ祭りやってますけど、バックが多い時に、そこだけ買います。で、まあ、価格が一緒で、還元率も大して変わんないんだったら、アマゾンで買ったりとかしますね。うん、相対的に見て。だから、ま、久保さんはちょっと、ま、普通じゃないんでね。まあ、100万 PayPay ペペで毎月使ってますよ、みたいな人、まあ、まあんまあいないんで、ね。 僕はすみません。運用でコツコツ食べたいと思います。<laughs> 使わないんです、そんなに。で、コンビニも戻ってくるんだけど、コンビニのバック率は、まあ、キャンペーンやってなかったら、うん、例えばコーヒー買っても1円ぐらいしか戻ってこないので、うん、そう。な感じですかね。かもう、久保さんの、久保さんの使い方がありますからね。僕はもうペ a ペ p 運用ありがたいなと思いますね。うん、だって、あの、僕は初めてなんで、 ほったらかしでお金が増えるのを間近で毎日見れるとこう面白いなと思って <laughs> 僕も他全然やってないんで久保さんいろいろやってきてるからねあの仮想通貨ものね,ね上がりとかも見てるわけじゃないですかすげえあったみたいなねもう、まあ、ペイペイの日じゃないですよねなので僕は初めてこれを見てすごいなって感動してますねまあずっと僕は商品売ってねお金作ってきた人間ですからうんで今回はまあそのなんだろうな うーん。あーまあお、お金の勉強ですかね。お金の勉強とかでいいんじゃないですか。うん。やっぱまあ,あ、お金の問題はずっとついてきますから、あの時代は変わってお金のその通貨、電子マネーに移行したりとか、電子マネーを活用するとそういうふうになったりとか、まああとはまあ投資ですよね。まあいろんなお金の勉強をしてた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。でもほとんどの人は、 お金に苦しめられてるのはお金の勉強していない。お金に、な、え、ん、ー、だろうな。無頓着ではないんだけども、無頓着みたいな。うーん。だ本当ね、僕がラッキーだったなと思うのが、絶対的に生きていく上で必要なお金に対して真剣に向き合って、なおかつ、うーん日々、えー、お金に対する悩み、ご相談をいただくっていうのは、これありがたいなと。 あ、こういうことでお金に悩んでるんだ。こういうことで人生がうまくいってないんだって、お金の悩みですよね、トラブルで。それをずっと見てサポートしてるので、あのー、本当に良かったなと思いますね。こう一般の人はこういう感じにならないと思いますんで、うーん。だからまあ、なんだろうな、お金の問題は尽きないので、うん、お金が全て解決すると言っても過言ではないぐらいお金は大事です。うーん。 だお金お金言うとお金の猛者かみたいに思われるかもしれないですけど、お金のことを真剣に考えるからこそ、なんだろうな。使うところにも。久保さんはね、あの、稼いでるけども、未だに自己溢れてゃるし、稼いでるけども、自動販売機でジュース買わないとかね。だからそれはちゃんとお金のことを考えてるわけじゃないですか。で、僕の場合は移動してコーヒーとか飲みたいんですよ。で、じゃあ、あのー、なんだ ちょっと行った時に。だそれも、じゃあ自動販売機で買うんだったらコカ・コーラで、あのー、買うと。しかもコカ・コーラってめちゃめちゃキャンペーンやってるんですよね。久保さんはちょっと多分あんまやってないかもしれないですけども、そのアプリがあって、1個買うと2スタンプとか3スタンプとか来るんですよ。で、10個貯めると1本無料になるんですよ。だからキャンペーンうまく絡まして買ってると、ぶっちゃけ15本買うじゃないですか。で、15本買うんだけども、10本ぐらいで15スタンプ貯まるんですよ。 つまり、なんだ、あのー、1000円ぐらい使うと、うんなんか一個無料になるんですよね。だから、あの僕はね、これもせこいんですけど、あのスタンプって、あの150円とかのースタン、まあ通常時だと150円のペットボール買っもワンスタンプで、あの100円のこのお試しサイズみたいな、100円のちっちゃいコーヒー買ってもワンスタンプなんですよ。 だから、自動販売機でペットボトルをほぼ僕は買わないですね。そう。要は、あの、本当に最小の100円の安い、その、お試し缶みたいなコーヒー、ジョージアのお試し缶100円。で、スタンプ貯めていくみたいな。まあ、それもせっこいんですけど、めちゃくちゃせっこいの、ね。で、で、で、 あのたスタンプが貯まったら一番高い160円とかのペットボトルをスタンあのチケットで買うっていうね。だチケットで無料で引き出すときは一番高いのを引き出すっていう。でち、スタンプを貯めるのは一番安い100円で貯めるっていうね。まあ、せっこいなぁ。<laughs> まあ、せっこいでしょ、久保さん、僕も。<laughs> どうせ自動販売機するんだったらそこ、だからね、まあ、そこはそういうのも考えてるわけですよ。どうすれば、その、 チケット一番最大化できるかっていうね。うん。だって一緒なんで。ペットボトル買っても、100円のお試し感買っても、スタンプもらえるの一緒なんで。もちろんキャンペーンによってはね、ちょっと変わってくるんですけど、でもキャンペーンちめちゃめちゃやってるんですよ。だからその、昔その100円、朝、あ、今もちょっとやってるかな。朝か、か朝買うと、ジョージアのコーヒー朝買うと、2スタンプついてくるとかね。だから100円のお試し感を朝買うと、2個ついてくい あのまあ、使い方によっては、まあ、あのなんだ、あまあ、1本当たり80円ぐらいになるっていうね、あの使い方次第ではね。だから自動販売機で80円で買えるんだったら、まあ、別にね、まあ、スーパーの69円とか58円には勝てないですよ、それは勝てないけども、VISA、誤差じゃないですか、10円、20円、10円、20円の誤差でその利便性を得れるんだったら、まあ、いいかなと。 乾いた時に、飲みたいなと思った時に、自販機の方結構割合多いですからね。うん。だからね、自販機もね、探しますからね。<laughs> で、そうすると利便性なくなる部分はありますけどね。だたまに古いとこだと、なんかあの、チケット対応してないとこあるんですよ。まあ、まだ古い場所はね、チケット対応してないんですよ、あれ。まあ、最近ほとんど結構チケット対応する自動販売機だいぶ増えたんであれなんですけど、古いところはね、チケット、あれ、あこいつチケットねえじゃん、みたいな。 逆にもうコカ・コーラに僕はハマってますね、あのアプリの。うん。で、あとなんかイベントとかあると、そのイベントに参加するとスタンプ勝手にもらえるんですよ。だ,だから、コカ・コーラの商品を買わなくても、イベントに参加してなんかやると、スタンプもらえたりするんですよ。すごいないですか、これ。<laughs> だからまあ本当に使い方ではお得、だいぶお得だと思いますけどね。でもその使い方を知らなければ、そのお得はないだろうし、うん。はい。まあということで、 えー、お金の勉強をしましょう。行ってらっしゃい。